か4階がスカイテラスらしいよ。おお、スカイテラス。あそこが行きがけに見てた池ですな。おお、浜の様子がいい感じだね。で、オーサンビュー。宿の名前がリブマックスリゾート。ちょっと自転車が借りれるっぽいので散策してみようか。泊まったホテルの307号室。カードキーを開けて、泊まったホテルのお部屋の様子ですね。なかなかにお見事なお部屋です。よいしょ。トイレとバス付きの部屋です。洗面のバッチで、中はというと床がね、畳調のマットになってる部屋で、ツインのベッドがついております。チェアの方もなんか編み込んだね、オシャンティーなものになってますよ。こらにあるデッキチェアっぽいのもオシャンティーな感じになってます。で、外はこんな感じで、オーシャンビュー。自分の直下には我がパイピクさんがいます。で、こちらに客室露天風呂。ちょっとかけ流し禁止ってことで、また入れてね、準備しなきゃいけませんけど、はい。あとはこの夕日を見ながらね、夕日を見ながら露天風呂三昧になろうかなと思いますよ。夕食会場、すき焼き、たけのこご飯、バイキングいっぱい、とりあえず手当たり次第、味噌汁にサラダに天ぷらと。夕食を終えて部屋に戻ります。値段が値段だけのことはあって、バイキングな料理だったんですけど、美味しかったですね。うん、バイキングらしく、ちょっと量が一個ずつがちっちゃいのがちょっとなんて言うんですけど。さあ、夕日を見ながらでも入れようかな。客室露天風呂です。夕日の時間も過ぎちゃったので、夕日は撮れてませんけど、ちょこちょこっと見えだした星空もね、まったり温泉です。
交換受け付けるんですね。早朝です。こんなところですね、たまったところは。ということで、早朝散歩の方にできております。まあ散歩といっても、こちらに神社があるので、お邪魔してますと、ご挨拶に来ます。一万さんですね。お邪魔します。なかなか不正満点、ね、ちょっと指導も、ご挨拶だけなのでね、ちょっと進まではならさずに行きます。レンタル自転車を借りました。2時間500円で借りれるんですが、電足なのでね、楽ちんですよ。いいね、いいね、いいね、いいね。うおおおおおおお、明日パイプグさんで来ようかなと思ったけど、うん、ちょっとやめとこうな。砂が結構砂だ。砂って言っても砂が風で巻き上げられてるだけか。通れることは通れるね。あー、なるほどね。こっから先の道があるかなと思ったんですけど、これはダメだ。階段だね。潮だまり磯。そういうことでね、バンガローだって。こちらも旅館。はい、ということで海岸線にやってきました。なかなか美しい S 字を描く海岸線にレンタサイクルでやってきました。夕飯まで時間があるから腹ごなしに出かけてきたんですけど、腹ごなしに出かけてきたつもりが動いてたらかえって腹が減っちゃってね。ちょっと海でも見ながらパンでも食おうかなってことでね、値段が普通の、ていうかこういうソーセージ入りパンよりも100円以上高い、280円ぐらいしたかな。さすがにうまいわ。今日はまあ朝起きて朝食食べてしばらく経ったら、こちらからねちょっとぐるっと回ってタンゴ半島をぐるっと回らずにね、タンゴ半島を山越えして最終天の橋立まで行けたらいいなと思っております。